どうも、庄司です。さあ今日はですね、ちょっと私が過去に体験した、ちょっと怖い話をさせていただこうと思っております。怖い話っつってもね、幽霊体験とか心霊体験ではございません。発表します。アニサキスです。なんかこう最近アニサキスっていうのねちょっと聞いたことあるとは思いますけども、まあ簡単に言うと寄生虫です。生物、魚とかに寄生する、まあなんだろうね、もう本当に目に見える寄生虫ですね。こうまあサイズで言うとまあこんくらいかな、でちょっとこうニョロニョロっとした感じなんですけども、これがですね最近まあこのアニサキスにやられてる人が増えているというニュースがですね何年か前に、出たんです。アニサキスになったのはもうかれこれ 3,4 年前なんですけども、これがめちゃめちゃ痛い、もう本当にやばいよ、うん。まあ、実際なった時はどういう状況だったかというと、番組のロケでイクラを食べに行ったんですよ。まあイクラといえばね、鮭の子供ですよ。うん。で、鮭とイクラの、まあ親子丼ですかね。それを番組の中で食べたわけですよ。もうめちゃめちゃ美味しそうでした。イクラがあって、こっちに、サーモンというか、まあ鮭の刺身ですよ。で、まあその、まあロケですから、食レポですよ。で、めちゃめちゃ美味しそうだったんで、まあいただきますって言って、まあ食べて、美味しい、おいてーとか言いながら、で、はい、OK ですって言って、で、本当は、本当に、美味しくいただいたんです。で、はい、OK です。で、ちょっと物撮りとかいろいろあるんで、スタンバイしといてくださいって言われて、で一回ロケバスに戻って、でこう休憩してたんですよ。さあちょっとやっぱ生物だしちょっと書き込みすぎたかなと思ってちょっと胸焼けがしたんですよ。だからちょっとね自動販売機に炭酸を買いに行って、炭酸飲むとすっきりするじゃないですか。で飲んで、でそこのちょっと胸焼けとかちょっとなんとなく気持ち悪いなっていうのをこう炭酸飲料で潤したんですよ。で、まあ、他のロケがあって、で、終了したんですよ。で、ちょっと遠方だったので、泊まりのロケだったんですよ。そうそう、ワールドカップを見てたんですよ。ホテルで、一人でね。で、ワールドカップ見ながら、寝落ちしたんですよ。で、夜中の1時か2時ぐらいですかね。もう、めちゃめちゃお腹痛くなっちゃって、お腹というか胃ですね。もう、激痛。痛いつって、もうすごかったよ。もう胃痛で起きるっても初めてだったから、もう焦るよね。やばい、変な病気かもしれないって思いますよね。でちょっと不安になって、で飛び起きて、あ痛いなと思っても、ちょっとしたらねその痛みが収まるんですよ。で、あ大丈夫かなと思って、でちょっともう眠たいし、でまた寝るじゃないですか。そしたら何分かしたら、また痛い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 って本当にもうこううずくまるくらい、あーなって、これもうそれがもう何回も繰り返されるわけですよ。収まって激痛、収まって激痛みたいな。でこれやばいなと思って、で奥さんに連絡して、でもしかしたらちょっとやばいかもしれないっていうのは言って、まあでもね結構な遠方でのロケだったんで、でスタッフさんを起こすわけにもいかないなと思って、朝まで待とうと思って、でその次の日は、ただ帰って夕方ぐらいから、そのロケの続きを撮る予定だったんですね。で朝方帰って、でね不思議なもんでね、本当に収まるときは収まる、でもめちゃめちゃ痛いときは痛いんですよ。それの繰り返しで東京戻って、でロケして、
でそれでもまだ痛いんですよ。で夕方に終わったのが夕方ぐらいに終わって、でちょうど家帰ってきたらもう病院がやってない時間になったので、これなんだろうなんだろうとか思いながら、でもちょっと痛さに我慢できないなということで、その日の夜、夜中ですよ、あのでっかい大学病院に行きまして、救急ですけど、いろいろ診察してもらったら、まあ何食べましたかみたいな、でイクラと鮭食べましたって言うじゃないですか当然。そしたら、あーでもな、イクラと鮭だったら違うかみたいな感じで、で胃痙攣じゃないですかって言われたんですよ、その病院ではね、大きい大学病院で。あ、胃痙攣、なんか 胃が痙攣してね、こう痛くなることもあるので、じゃあちょっと痛み止めを出しときますねって言って、痛み止めをいただいて帰って、痛み止めを飲んでその日は寝たんですよ。そしたら全然痛いんですよ、痛み止めが効かない。誰？これマジでもういよいよやばいんじゃないと思って、相当な大きな病にかかってしまったんじゃないかと思ったんですよ。でその日、その次の日ですよ、次の日、まあだからそのロケのもう2日後ですよ、2日後にの朝、その日はね昼過ぎから夕方まで営業があったんですよね、スポーツイベントので、もう午前中から今度は近所の、いつも行ってる風邪ひいたりとかした時に近所にすぐ行ける病院があるんですけど、そこに行って、まあ、症状を言って、まあ、何を食べたかも言って、で大学病院に行ったところも言ったし、薬もらって治らなかったことも全部話したら、ちょっといいカメラでちょっと内視鏡でちょっと中を見てみましょうかって言ってくれたんですよ、急遽ね。で内視鏡を鼻からこう入れるわけですよ、鼻からこうちっちゃいねカメラをグーって入れて、もしかしたらまあアニサキスが胃の中にあるかもしれないから、まあ、寄生虫がね胃の中に入ってるかもしれないから、ちょっと見てみましょうということで、こう内視鏡を鼻からこう入れて、で入れたら病院の先生がですよ、痛い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 っつって痛い痛いアニサキス痛いってなって、でも全身麻酔じゃないし、もう意識もあるし、っつって、これこれこれっつって、もうモニターみたいなので、もう胃の中がもう見えるわけですけど、もうガーってもうアニサキスの野郎が俺の胃袋をガーって掴んでるんですよ、噛みちぎってるというか、もう血だらけでね、アニサキスってもうマジで痛くて、で痛いけど、それを取ったらもう取りさえすればもう痛みがなくなるから、もう見つけたらもうこっちのもんですよって言ってくれて、痛い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 、じゃあこれ庄司さん、これを取ったらもう絶対痛みがなくなりますのでって言われて、ああよかったと思って、鼻からこうやってね内視鏡入れられながら、ああよかった早く取ってくれっつって、もうこう入れてる状態もこうあれですよ、もう痛いんですよ、もう噛みちぎってますから、あ痛い痛い痛いって言いながら、じゃ今から取りますよって、どうやって取るかというと、この内視鏡こうあるじゃないですか、スーって入れるわけです、スーって。そしたらこの内視鏡の中にもっとこう線が入るようになってて、こっからピューって掴むやつ、なんかエイリアンみたいなのがピューって出てきて、この内視鏡の中からハサミというか、とちっちゃい、もうほんとトングよ、トングがシュッて出てきて、アニサキスをピュッて捕まえて、そのまま掴んだままこの内視鏡からグーって出すんですよね、わかります？でこれ取ったぞっつって、もうサイズこんくらい、
もう肉眼でわかるんですよ、アニサキスって。これ重要ですよ。だから皆さん刺身を食べるときとかに、まあいつもね、こうお店に行ってこうジロジロ見るのも失礼ですけど、なんとなく目視できるらしいんですよね、いた場合本当にわかりますから。でこれを取ったわけですよ、うわーっつって。でこれで庄司さん、もうこれでアニサキス取ったから、これでもう痛みは和らいだと思いますけど、もう痛みなくなりましたよねって言ったら、痛い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 って言って、まだ痛いの、え嘘でしょってなって、おかしいな、病院の先生もね、え普通アニサキスって取ったらもう痛みがなくなるんだけどな、もしかしてまだいるのかなみたいなこと言い出して、まだいるって、まだいる可能性があんの、ちょっと見ますって、もう一回入れてみて見ます。もうね、ただでさえね、内視鏡を鼻から入れるだけでもうしんどいのよ、しんどいけど、もう一回じゃあ入れましょうって言って、でまた鼻からこうやって入れて、バーッとこう胃の中入れていくんですよ。でね、このね、なんていうのかな、もう体験した人しか分かんないですけど、ただこうなんていうか、胃の中に入れて、でこう胃の全体をこうやってスーッとストレスなしに見るわけじゃないんですよ。もうアニサキスをこうやって探すわけですよ。アニサキスの探す旅に出てるわけですよね。で先生も必死だし、でその看護師さんとかももう一人しかいないから、うん、それもうちょっとこっち持ってくださいとかって言って、ちょっとそこら辺の連携もだいぶこうストレスがかかってて、でそのたんびに俺のこの鼻の中のこの内視鏡がグリ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 されて、もうたまったもんじゃなかったんですよ。でも先生はもう必死にね、アニサキスを探す旅に出てますから、でこう探すわけですよ。であれおかしいな、いないな、翔さんまだ胃が痛むって言われて、あちょっと胃も鼻も痛いですみたいな感じで、で答えて、でこう探してるわけですよ。したら、あ痛い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 、アニサキス痛い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 ってなって、まだいるのみたいな、だから取ってよって言って、またそっからヒューってちっちゃいもうミクロサイズのトングが出て、エイリアンですよ、エイリアンでアニサキスをパクッと捕まえて、シューッと出して、バツッと出すわけですよ。でほらっつって、もうさっきよりもちょっと大きめのサイズのアニサキスが出てきて、で庄司さんどう、もう本来だったらもうアニサキス 2匹胃の中に入ってるってこともありえないんだけどって言われて、いやもうそうですよねつって、相当痛かったでしょうって言われて、でも2匹取ったからね、もう大丈夫だよねって言ったら、痛い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 つって、まだ痛むの、嘘でしょみたいな、もう病院の先生も、嘘でしょってなって、もう一回内視鏡入れるつって、いやもうそれはもう痛いからね、やっぱ痛いからちょっとどうなってるかわかんないから、ちょっとじゃあ入れましょうかつって、でまた入れたわけですよ、カッと。でまたこのね、入れてバーッて入れて、うえうえって言いながら入って、でこれまた内視鏡でアニサキスを探して、で痛い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 って、何回いるんだよ、何匹いるんだよってなって、すごい多いねとかって、もう病院の先生 もうテンション上がっちゃって、痛い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 って言って、もう珍しいんだろうね、アニサキスがもう1匹でも大変なのに、もう今の時点で3匹いるから、痛い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 ってなって、いやーっつって、取るよっつって、でこれがねまたね難しいのがね、これ胃の中が、僕が呼吸すると胃の中で胃がこうなんていうの、収縮するんですよ、伸びたり縮んだり するわけですよ、胃がでね、アニサキスが、まあ これだとするよね、これアニサキスがこういるじゃないですか、胃の中にね、こうやって、
痛いってなるでしょ、ね、でこう見つけるわけですよ内視鏡 で俺はさこうやってさ呼吸するからさアニサキスがさこう中に入っちゃうの、中に入っててあれアニサキスいないなっつって先生もアニサキスを見落としちゃうんですよ。いや見落とすなよ、見落とすなよ、見落とすなよ、見落とさないでくれよ、せっかくさアニサキス見つけたのにっていうので、こうしたらもう呼吸でこうやって出てくるわけですよ。アニサキスがふわっつって、痛いってなって、で庄司さんちょっと呼吸をするのをやめてもらえませんかって言われて、いやそれは無理だろってなって、呼吸しないのは難しいっすね、まあ、内視鏡も入りながらとかつって、もうドタバタですよ、そこの手術室は。でこうなってもう息を止めて、その隙にこう内視鏡がこう来て、で取り出して、そっからこうやってアニサキスを取り出すわけですよ。これで3匹目ね、いやーってなって、いやーこれも3匹取ったからもう相当辛かったよねみたいな。でどう、さすがにもう痛くないでしょうって言って、痛い、何匹入ってんだよってなって、いやこれちょっともう想像を絶するぐらいもしかしたら入ってるかもしれないねって言って、そうこうしてるうちにもう朝方からそうやってやってくれたんですけど、もう僕が仕事を行かなきゃいけない時間になってしまって、で昼から夕方まで の営業だったんで、今日仕事あるのって言ったら、今日仕事何時からあるんですって、じゃ行かなきゃダメだねって言われて、そうっすねって、でもうそこの病院の先生が、じゃあ分かった、もう午後の診察っていうか、もうその帰ってくる仕事が終わった時間はもう病院が閉まってるけど、ちょっともうここまで苦しんでる庄司さん見てたら、ちょっとまあ病院を開けますよって言ってくれて、で僕は仕事に行って、もう何分か、もう3分に1度ぐらいは、うん、ちょっと胃を痛めながら仕事をして、まあ、仕事が終わって、すぐ病院に行って、でまた内視鏡を入れるわけですよ。で痛いともうずっと同じことの繰り返し、でもうちょっと入れるのも上手くなったりとかして、探すのも上手くなったりして、で掴むのも上手くなったりして、どんだけいたと思います？8匹ですよ。8匹僕胃の中にアニサキスいたんですよ。結構ね、芸能人の方がアニサキスになりましたとかって言ってニュースになるんですよ。大体みんな1匹ですからね、1匹でのたうち回るぐらい痛いのに8匹ですよ。最終的に、いやめちゃめちゃ辛かったな。学会で発表できるぐらいのレベルだっつってましたよ。俺はただ鮭いくら丼を食べただけなんですよ。ね、ロケで鮭いくら丼をガーッと食べたんですけど、実際に僕が食べたのは鮭いくらアニサキス丼だったってことですよ。いやー、アニサキスが入ってたか、そんなに大量に。でね、これなんでね、あのね、アニサキスがある場合があるらしいんですよね、普通に食べてても。でもよく噛んで食べる人はこうもう口の中で歯で噛みちぎって、でアニサキスが死んでる場合っていうのがあるらしいんですね。でもこれね、ロケで食べたから、まあ正直こうなんていうの、もう書き込んで、でまあ第一声おいしいとかうまてーとかおいてーとかって言うから、まあ普段よりなんていうんですか、こう噛んでないというか、まああとまあいくらっていうこともあって、こう書き込みすぎちゃったのかな、そのままダイレクトにアニサキスを食べてしまったということですね。
これあんまりね、だからこうアニサキス怖いよアニサキス怖いよって言いすぎるとね、生もの躊躇してしまう人も出てくるかもしれないですけど、もうね本当に普通に見たらアニサキスって僕はもう胃の中から取り出したものを見たら本当に目視できるぐらいのサイズなので、でよく言うのは、サバだったりイカ、イカがね分かりづらいらしいですよ、白と白だから紛れ込んでるらしくて、でイカの刺身でさ、こうやって包丁がバーッと細かく入れられてるじゃないですか、あれってあの醤油をこうつけた時に醤油がこう絡みつくようにっていう意味と、あとアニサキスをその時にもしいた場合その包丁であの殺せるからっていう意味もあるっていうのはその時聞きましたけどね。さあだからね、僕がねこうなんでこんな話をしたかというと、まあまあ知らずに食べるとまあなる確率がありますから、ね、ちょっとした知識として頭の中に入れといていただけたら、まあ皆さんもアニサキスにかかることはないんじゃないかということで、僕はもう本当にあのアニサキスになってからそんな苦しみを体験したから、しばらくは目の敵にして鮭は絶対食べないみたいな感じになってましたけど、もう今は普通に美味しくいただいてますし、いくらも美味しく食べてます、だから克服できてますので、ただねやっぱ鮭はルイベにした方がいいね。やっぱ冷凍することでアニサキスは死ぬらしいので、その実際に食べたやつは冷凍してなかったんでね、もう超新鮮鮭をさばいて鮭いくら丼として食べて、いや鮭いくらアニサキス丼として食べたので、そこがもうダメだったというところですかね。回転寿司とかそういうお寿司屋さんはだからまあ冷凍してるのかな、だからすごく安全らしいので、まあまあ本当に気をつければなりませんので、ちょっと驚かせてしまっちゃったところありますけども、とにかく僕はアニサキスを8匹食べたことありますので、これギネス記録なんじゃないかな、他にいないと思う、ということで、たまにはねこういう僕が実体験でちょっと怖い思いをしたというお話をさせていただきました。ということで皆さん気をつけて生ものは美味しくいただいてください。